こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。ということで今回はこちら、メガシティポリスプレリュードをプレイしていきたいと思います。メガシティポリスという作品のデモ版ですね。ということで今回キュレーターコネクト経由でいただきました。ありがとうございます。提供いただいていますが、いつも通り忌憚のない意見を言っていきたいと思います。ということで今作ね、見下ろし型視点のツインスティックシューター、全方位シューターですね。の作品になっていて、いわゆるそのローグライクなツインスティックシューターの王道的なタイプの作品になっています。特徴としましては、このブラウン管のようなテレビのエフェクト画面が出ているんですが、まあレトロ作品にインスパイアされた。ゲーム内に登場するキャラクターは90年代のキャラクターなどにインスパイアされているようですね。というか中央にいるやつ、ちょっと上の方にチラッと見えてるやつが、もろロボコップ。というか銃の形がロボコップ。なのでよろしくお願いします。ということでプレイを開始する前にちょっとオプションなどを見ていこうか。マウスやキーボード、ゲームパッドで、照準アシストもあるね。そう、ツインスティックシューターってコントローラーだとやりにくいからね。ここら辺あります。ボタンはフルで活用できるみたいだね。いろいろとできるようです。一般でこんな感じでいろいろと調整できます。一回ね、ゲームを開始して音量調整をしたんだけど、攻撃時の画面揺れがあまりにも強いから、今回はオフにしてやります。初期は100なんだけど、画面ツインスティックで狙ってる方向を狙うだけでもちょっとカメラが移動するんですよ、今作って。ゲームのタイプ的に。で、さらに画面揺れ、打った時に画面揺れが発生するのは非常に邪魔でした。私は。なので、プレイしたいとき邪魔かなって思ったら、ここら辺で調整するといいと思います。基本的にはやっぱりアクションゲームはオフの方がいいでしょう。ちなみにここちょっと面白かったんだけど、ボスの挨拶、英語だとなんて書いてあったかな。まあ、挨拶でもったい、間違ってないんだけど、イントロデュースって書いてあったのかな。イントロが流れるんです。ボス出たときにイントロが流れる、なんか多分、何々のボスみたいなやつが出てくると思うんだけど、演出が。それがなくなるみたいですね。一応オフにしておきましょう。ビデオこんな感じ。ここだけなぜかセーブされないんですが、私はこの垂直動機をオフにして、で、この、現在このブラウン管の、こんな感じ。モダンだとブラウン管でなくなるけど、まだ、ちょっとレトロなエフェクトがかかってますね。私はこれオフにして、これでやってます。こっちの方がやりやすいです。正直。エフェクトでちょっと見にくくなってしまうので、個人的にはちょっと好きではないですね。レトロなエフェクト好きな方はぜひオンにしてプレイしてみてください。初期設定だとなってるんで。音量はこんな感じで細かく調整可能です。言語は初期日本語になっていないのでぜひ日本語にしよう。ちなみにフォントは見た感じは多分中国フォントになってるかな。一部漢字が違ったかなっていうところがちょっと出てきてたような気がしますね。では早速プレイしていきましょう。チュートリアルから新人。キャラクターを選択ができるようなんですが、4体のキャラクターランダム。こちらにしましょう。サイボーグ。こいつに決めた。使える初期武器が違うみたいなんですよね。近接攻撃があったり、特殊な攻撃があったり、近接はね、スタミナみたいなゲージが左上に出てるの分かるかな。あれを消費して行うようです。で、LB でこの、今使ったんですけど、あれ回避行動が取れるみたいだね。で、もう一つがスペシャルみたいなのがあるんだけど、敵を倒して攻撃をしたりしていくと溜まるみたい。分かるかな？左下溜まってってるの。で、左の LB で使うやつは、それぞれのキャラクターで効果が違うらしいのですが、まあ、回避行動につながるもの。今回こちらにしたんですが、こういうゲームモード変更可能です。こいつにしたんですけど、ロボコップっぽいので。多分、初期に選べるキャラクターはこいつだったんですよ。チュートリアルで使ったのが。チュートリアル今なくなっちゃってるんだけど、一回クリアしちゃったから。キャラクターでのチュートリアルでの行動が、緊急回避、ダッシュなんですね。あいつの方が初期使いやすいかなっていうふうに思いました。このロボコップは初めてちなみに使えます。ローグなので、ステージはランダムか。で、各エリアにいる敵を倒していくっていう形のようですね。緊急回避なくていけるのかな？撃ってくる撃ってくる。銃弾はどんな感じだ？ OK。おっと、パールのようなもの。バールのようなものが落ちてますね。パールじゃない、バール。宝石じゃないんだからね。おっと。弾切れだ。どこかで銃弾は入手できないのかな？こういうところかな。というか、初期武器がゼロになるんだね。
初期武器は終わらないのかと思った。終わったらやっぱり近接でどうにかしてねっていうことでいいのかな。こういうの壊したら銃弾出てこないかな。それ敵を全滅すると音量が下がるっぽいんですよね。そんな印象だったんだけど。バールは無限に使える。よし。あ、でもやっぱり近接なので、スタミナ消費しますね。あ、普通の攻撃と同じ。で、他の攻撃ボタン、近接の攻撃ボタンを押すとぶん投げる。バール。そんな感じになってるね。なるほど。三段銃。オッケー。弾薬ねえのかな？おお、弾薬来た来た来た。よかった。初期武器は無限でもよかったんじゃないかな。そんな感じがちょっとあるよね。おっと。これの効果がいまいちわかんないんだが。あー、フラッシュすると敵がちょっとスタンになるのか。なるほど。で、混乱した感じになったよね。OK。おー、危ない。よかった。あの、レーザー撃ってくるやつの動きがめちゃくちゃ速いとかじゃないみたい。ちょっと待って。これを使ってみよう。あー、狙ってその場所を撃つのか。こいつのスペシャルですね。なるほど。切れましたね。あれ、多分時間内に何かしら使わないとっていうね、感じかな。散弾銃はちょっと使いにくいやね。これは？まあ、散弾銃だよな。チェンジ。これどういう？あ、なるほど。これも使いにくいな。これも使いにくいな。バースト拳銃。何かもうちょっと、こう、使いやすい銃はないので、アサルトライフル的な。アサルトライフル的なやつを。多分、運悪くて、微妙なやつが落ちてるんだと思うんだけど、普段使わないやつですね。ボス？ボスかな？おお、当たっちゃった。当たっちゃったぜ。あぶねえ。結構当たっちゃってる。気をつけなきゃ。はい。ああ、銃弾も消せるんだ、あれ一応。やばい。当たる。あの位置だとちょっとね。あぶねえ。え、何あれ？あー、なるほど。炎上ね。あー、やられてしまった。やっぱり、レーザー系の敵がいるので、レーザー中に戻る。やるなら、こっちの方が、新人の方がやりやすいかな。こいつが確かダッシュだったと思うんだよね。ただ、初期武器がね、そう、ダッシュですね。こっちの方が個人的にはやりやすいかな。ただね、必殺技はさっきのロボコップの方が強いかな。狙ったところ撃つ系だったの。こいつスタングレネードなんですよね。こいつ初期武器が微妙か。なるほどね。新人初期武器が微妙ですね。こんな感じか。燃えると。なるほどね。これは回復？回復じゃないな。回復はどうやってするんだろう。 OK。 お、アーク銃。あの色はちょっと強化されてるのかな。さっき手に入れたやつと同じなんだけど。そういえば強化とかはないのかな。デモ版だからちょっと出ないのかな。強化とか、ほら、武器のアンロックとかあったりするので、大体このタイプのローグライクね。ブレイクアウト。何ブレイクアウト。ウォー！使いづらそうって言ってごめん。ぶっちゃけ強いです。ウォー！もうこいつなしじゃ生きていけない。そういえば、地面に落ちたアイテム、なくなるの早いね。初期の鉄砲とかもういらないでしょ。何これ。あん、いや、初期の武器よりはいい。絶対絶対そう。絶対そう。何これ。嫌だ、俺はこっちがいい。レンチなんていらない。
わはははたまに落ちるレンガみたいなの何？おっと危ない。ダッシュするところだったんだがうまくいかなかったぜ。おっと当たっちまった。おお危ない。おどれ玉切れか。毒々しい感じになってるな。あ、うっかり死にそう。レンガ何？回復は？死んだ。おのれ。いけそうだったんだが。もう一体のキャラクターも試してみましょうか。あー、やべ繰り返しになっちゃった。すぐリトラインしちゃった。最初のところでダメージ落ちちゃったのがきついね。よし。オッケー。お、使いやすい。使いやすいけどバッテリーすぐ切れちゃうな。これは？おお、バイポッド。撃てるの主人公それ？腕飛ばない？歩きながら歩きながら撃ったらやばそうなのを入手しましたね。これ歩きながらはダメじゃねっていう感じのやつ入手しました。 OK。 おう、あぶね。うん。だけ？少ないね。まあ、ランダムだからね。これは何？ああ、俺はこっちの方が好きだけど、こっちにしておこう。敵を素早く倒せるので。このイントロがなくなる感じかな、そういえば。あ、この必殺技、画面に映ってる敵だけじゃないんだ、スタンするの。めちゃくちゃ強えな。あ、これはここからどうやって逃げような。いけるか。やっちまったものはしょうがねえ。残りこいつだけ。おっと危ねえ。残り HP があとちょい。倒したぜ。やった。運が良かっただけだけどね。で、回復。音楽トラックが、ロック解除された。なるほど。よし、じゃあ先に行こうか。これは何だ？クリップ？スーパーホチキス。おお！ホチキスやべえ。最強の武器かもわからんね。ホチキスやべえな。やるな、ホチキス。こっちに変えておこう。採点。ああ、なるほど。アップグレード。これで変えるのか。永続じゃないだろう。向上したフィン、ミサイルが2連続。ああ。シルダーが 30% 方向。オッケー。スーパー強度、基本的近接アイプ。摩擦無効器、核融合銃の射撃が貫通後もダメージ維持。オッケー、オッケー。レーザーライフル。契約。以上で次のレベル終了するとこへ追加。オッケー。以上で次のレベル終了するとこへ約増加。次のレベルで一連のキルのそれぞれに対して、ああ、近接コンボ。これ一時的なのってことでいいかな。ミサイルが2倍速度で旋回？ミサイルないんだよね。スーパー強度、近接攻撃。別にどれもいらねえな。高威力爆発物でシュルダの爆発半径が拡大。これで。強いて言えば。レーザーライフル別にじゃねえしな。永続じゃないっぽいね。永続じゃなくて、今回の周回だけで使える。あれもランダムに出てくる感じかな？あ、その武器は俺も使いたい。ありそうだよね。おお、なるほど。工場か、ここ。工場だな。そこで死んでしまった。もうちょっとやりたかったんだが。よし。ちょっともう一体のキャラクターも試してみましょうか。あ、もう一回来た。もう一人出た。刑事。刑事行ってみよう。
警察官フォルダ。これか。まだまだキャラクターいるみたいだね。失った HP 難易度は。クリアした時よか。目頭のすべての腐食の背後にあるシーズン見つけることで熱心で。なるほど。よし、行こうか。昼夜を問わす仕事してるみたい。で、回避は。あー、ダイブ。ダイブ。しゃがむ？あれの時は無敵なのかな？あんまり遠くには行けないんだけど。持ってるこれって何？拳銃？拳銃なのかな？オアグローブ。いまいちあれわからんな。あれは、特に、多分しゃがんでる時にダメージが入らない？ちょっと使いにくいよね、他のキャラクターに比べれば。ロボコップは、近くにいる敵をスタンさせたり、弾打ち消したりとかできるから、使い方がちょっと難しいだけで使えるんだけど。あー、なるほどね。一時的に透明ね。敵が位置を見失ってくれるんだ。いいね。やっぱり最初に使えるキャラクターが一番使いやすいかな。撃つとさすがにバレるよね。だよね。ただ、その場から逃げるのには使えるかな。スタンダードなのはやっぱり初期に使えるキャラクター。新人が一番使いやすいかな。おっと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 。他の武器をとりあえず入手しないと。ミサイルか。これさっき持ってたら何かに使えそうだったよね。誘導って書いてあったからちゃんと敵の方に行ってくれるんだな。信じるぞ俺は。実は持ってる武器に関係なくアイテムが手に入りますね。あ、アイテムじゃない、ごめん、弾薬。持っていない電気系の弾薬も普通に出てくるんですよね。オッケー。フライパン。おっと、散弾銃か。散弾銃、ただちょいと使いづらいよね。あはは。まあ、避けられないわな。あ、やられた。やられちゃったぜ。やっぱり、初期の回避があるやつの方が、こいつね。全体的に言うと使いやすいかな。さてと、といった感じで、大体どんな感じの作品か紹介できたと思うので、ちょっと感想を言っていこうと思います。ということでね、今作、まず、気になった方はね、無料で公開されてます。今回提供を受けましたけど、このプレリュード自体はデモ版となっているので、その、デモ版としてプレイすることが可能で、無料で公開されているので、ぜひチェックしてみてください。気になった方は。全体的にやった感想としては、いや、普通の、やっぱり王道のローグライクツインスティックシューターっていうところかな。特にこれという特徴こそないけれど、普通にプレイできる作品なので、気になった方はプレイしても全然問題ないと思います。逆に特徴があんまりないかな。キャラクターごとのちょっとした違いはあるんだけど、それほどっていう感じじゃないかな。ただ明確にやっぱり初期のキャラクターのこの回避が強いと思うので、俺は回避は全部のキャラクターに入れておいて、この回避ね、この回避これ。これは全部のキャラクターに入れておいて、入れておいて、別のこう能力を入れて良かったんじゃないかなって思う。なんだったら他のキャラクターって能力すでにあるから、あいつらにプラス回避入れて能力をそのまま残しておく。でこのキャラクターはそれ以外にもう一つなんか能力を入れる方が個性が出ていいんじゃないかなっていう風に思いました。あとは近接攻撃が、これどうなんだろう。途中で何か新しく入手できたらいいと思うんだけど、ゲームのタイプ的にちょっとリスキーすぎる割にあんまりダメージが高くはないっていう風に個人的には感じました。もう少し、こう、何か近接をするメリットが欲しいかな。あとは序盤を攻略しただけなので、本当に最初のステージ攻略しただけなので何とも言えないんだけど、
途中にランダムの部屋とかが欲しいから、何かランダムバフがかかる部屋とか、その手の何かしらが欲しい感じかな。現状のこのデモ版で分かる範囲だとそういったものがないので、やはりちょっとランダム性が少なくてちょっと物足りないかなっていうふうには思う。でアクションもダッシュがこのできるこのキャラクターはともかく、他のキャラクターはちょっと物足りないかな俺は。やっぱり動かせる方が楽しいと思うので、位置取りとかを取るのは他のキャラクターでも面白いとは思いますけど、全部ダッシュできないとちょっと動きが呪いなっていう風に感じちゃったりとかはするかな。ロボコップとこの刑事はよく分かんなかった。あの本当になんか伏せている時にダメージが入らないっていう仕様なのかよく分かんなかったから何とも言えないんだけど、ロボコップが特にちょっと気になって、あのフラッシュを焚いて、フラッシュを発動して周りの敵をスタン、プラス弾が消せる能力なんだけど、あれが一番ちょっと使いどころに困りますね。だいたいヒットするときって自分で気づいていないときとかなので、まあ、かなり慣れが必要になってくる。この透明になる能力自体はあれは面白いですね、回避としては。一時的に本当に敵がこちらに気づかなくなるので、自分のいる位置を調整することができる。透明になってるのもかなり多い、かなりできるので、少数最後のステージから再生すると、こちらなんかね、もうできるので、遊ぶだけだったらこちらのカジュアルでやってからクラシック今のモードに戻すっていうのもありですね。とそんな感じになっています。現状はかもなく不可もなくな感じで、ツインスティックシューター系の作品が好きだったら全然プレイするのはありだと思います。ただこれというね、これデロリアンかな、ただこれという大きな特徴もないので、こちらはもう製品版に期待したいところですね。どういう風になるのかといった感じです。ぜひ気になった方は試してみてください。まだこんな感じでね、いろいろと入手できてない武器とかもあるので、ロック解除可能と出ているし、今後どういう風になるのかチェックしたいところですね。特に悪いところもそんなに大きなところはなくて、まあこれから追加されるのかなっていうところが大きい感じですね。気になった点は。あの例のランダムなバフがないだとか、そういったところですね。とそんな感じになっています。でも皆さんご視聴ありがとうございました。ここら辺で今作のプレイを終了したいかと思います。改めて今作提供いただきありがとうございました。また次の作品でお会いしましょう。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページ、私のツイッターへのリンクなど貼ってあるので、気軽にフォロー&チェックください。もしよ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回のプレイはここら辺で、また次の作品でお会いしましょう。ホビドワでした。お疲れ様です。